皆さんどうも、T 島です。では今回はですね、メタルギアソリッド5、こちらの方やっていきたいと思います。で今回はですね、ちょっとお試し動画っていうんですかね、ちょっといろいろキャプチャーボードの設定をいじったりとかして、ちょっと録画方法を今いろいろ考えてる途中なんですけど、まあそれの、まあ、一つの、まあ、録画のやり方ですかね、をちょっと見つけたので、まあ、それを今回、まあ、試してみようかなと。なのでちょっとまあミッションですかね、バイオニクスの剣屋台ちょっと行ってみましょうかね。さて、人を救出しに行くので、ちょっとタキシードで行ってみたいと思います。結構久々なんですけどね。さて、さっさと回収して戻りますかね。ワクチンの分屯地だ。ターゲットはその拠点のどこかにいる。ソビエトにとっては裏切り者。ターゲットの扱いは捕虜だ。さてさて、まあ、今回この試してるやり方ですかね、これでいけるようであれば、まあ、他の PS4 ですかね。間違えた。やり方忘れてるな。ああ、微妙な能力。まあいいや、眠らしとこう。あっちは。あっちも微妙だな。あんまりいい能力のやつがいないですね、向こうからも。お、A か、欲しいな。外した。どこに行く。いや、ほっとこう。まあ、一応この今撮ってる撮り方ですかね、一応動画ですかね、動画と音声を別で撮ってるんですよね。っていうのもキャプチャーボードの方で、まあ、あの動画を撮ってて、まあ、他の録画ソフトで音声を撮ってるんですよね。でこれはあのキャプチャーボードで両方撮るとなぜか雑音が激しくなるんですよね。雑音とあとなんかポツポツ音みたいなやつですかね、がちょっと激しくて、いろいろ調べたんですけど、買った人なんかみんな同じような症状に見舞われてるみたいで、それなのでちょっと別で撮ってみようかなと。まあ今回それの試しですね。あ、間違えた。ここから一緒っぽい。あんまりいい能力のやつがいないんで、もうそのままほったらかしていきますかね。さて、さっさと回収して帰りますかね。ボス、建物に入ったか。室内では常に態度を意識しろ。囲まれたら逃げ場がないぞ。アナリシスコンプリート。よし、
まあ迎えに来るって言ってもあの女性じゃないですか、おっさんなんですけどね。リタナ、そいつがターゲットだ。なんとかね、この録画の仕方で成功してくれれば、まあ、PS4 の動画もやっと上げれるかなと。さあもう帰ろう。もうここに用事はない。その点はあったか。見事な手際だ。さすがだなボス。ターゲット回収を確認。ヘリまたは陸路でホットゾーンから離脱してくれ。はいよ、ちょっとヘリ呼んどきますかね。Please select a landing zone. The support helicopter requested. ちょっと車が。お、あいつは欲しいやつだ。よし、オッケー。さてそのまま車ごと回収していきますかね。あとは敵は多分来てないと思うのでそのままヘリの待つところまで行きますか。そうそう、こっちなんかクマがいるんですよね。そういえば。よし、これで OK かな。約束って帰ろう。まあ多分あとはもうなんか音声とかですかね。うまくいけば音声とか調整するだけかなと。能力高かった。まあいいや。Extraction arrived at Mother Base. すごい。ミッション完了。ボス、あんたは最高だ。あんた何なんだ。OK、S ランク。ということで、まあ今回、まあちょっと。まあ、その動画の撮り方ですかね、それのなんか試し撮りみたいな感じで、まあ、メタルギアソリッド5ですかね、もうちょっとやっていきましたということで、まあ、今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。